僕らのために屋上ジュース。あんなに気の優しい男なんてね、こんなことするなんてね、もうちょっとレフェリーダメだ、ダメだ、ダメだ、あのね、エリオはね、足めっちゃ励ますからね、私が聞いて。そしてバッグドロップのアトミックドロップ、一回今溜めましたよ、ね、今はレッドカードですよ。面白い、ストーリーがやっぱり伝えてくれますよ。もう聞こえてますかね、イストルぞと言わないばかりのね、なんか言ってね、ちょっと静かに言われないのに、本当に落ち着けば、それはやっぱり最後お前と話しようにすごいお前行きそうだよ、腰かよ、チェリノマサヒロ、最後、すごく捨てる気がないですね。自分の赤の方を柔らかい方にしましたね。志村は後ろ向けたら。